はい、どうもハミです。もう今日もすでにやっちまってるわけなんですが、今日はククシュをいただいて、夏の疲れを取っていきたいなと思っています。いただきます。効くということで、今日の映画なのですが、1959年昭和34年公開の日本映画鍵という作品を振り返っていきます。谷崎潤一郎原作、市川崑監督です。予告編を振り返っていきます。1959年公開鍵、監督は市川崑、中村鴈治郎、京町子、中田達也。京町子の眉毛がもう頭にこびりついています。この作品に限らず、原作と映画は別物と思って見るべきですね。最後のシーンが衝撃的でした。今夜もご一緒に一杯いかがですか？ありがとうございました。